マサ勝次ツジ勝次は日本海軍の軍人、政治家。最終階級は海軍少将、衆議院議員、佐賀県出身、農業、マサキカナメナナの三男として生まれる。佐賀中学校を経て、1906年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月に海軍少尉任官、海軍大学校専修科 海軍法術学校高等科で学ぶ。香取、鹿島、霧島の各分隊長などを経て、法術学校特集科で学ぶ。さらに、天竜、四季島の各法術長、第五戦隊司令部付、第六戦隊司令部付、第三艦隊司令部付、軍令部第三班第六課出資、同第三班第五課参謀、ソ連隊使官付、武官、 横須賀陳府付などを歴任。1927年12月、海軍大佐に進級。旧湯艦、インコ特務艦長、大港陽光部参謀長、山城艦長、県、伊津艦長、横須賀防備大司令、横須賀陳述付などを歴任し、1933年11月、海軍少将に進級。以後、横須賀人事部長、横須賀警備戦隊司令官。 大港陽光部司令官などを歴任し、1936年3月、予備役に編入された。その後、1942年2月、第21回衆議院議員総選挙に、佐賀県第1区から出馬し当選、第日本政治会総務を務めた。戦後、公職追放されたが、1952年6月に、解除され、1955年2月、 第27回衆議院議員総選挙に佐賀県全県区において日本民主党から出馬し当選。所属政党が保守合同により自由民主党となる。1958年5月第28回総選挙で落選し、衆議院議員を通算に期努めた。ありがとうございます。